ということでですね、今日はちょっと久しぶりに、いわゆるファーウェイで、中でもですけれどもね、まあヨーロッパいろいろやるんですけれども、中でもドイツにですね、新たな動き、ファーウェイ排除の動きってのがあったんで、それをメインにね、今日はちょっと動画を作っていこうと思います。そしてね、まあ最後の方には、またね、新たなアメリカによる中国排除、規制の動き、こういった話もね、していこうと思います。今日はね、ドイツが注目なんですけれども、その他のヨーロッパの国、こういった国がね、ファーウェイに対してどうなのかっていう動画なんですけれども、これね、なんでこのタイミングで作るかっていうと、まあもちろんこう動きがいくつかあったからなんですけれども、なんでね、この動きがあったかっていうと、これやっぱりね、アメリカのマイク・ポンペオ国務長官、この人が一週間ぐらい前、ヨーロッパをね、巡っていたからだと思います。まあそこでいろいろな話をしてね、で、各国も主にね、ファーウェイに対して動きが出ていると。まあでもね、このアメリカのポンペオ国務長官、まあ働きすぎですよね。その後も日本なんかにも来ていて、多分2日前まで、10月6日までは日本にいたんですよね。すごい働いてるなと。はい、ということでですね、まずイギリスからファーウェイに対してどんな動きがあるか、これをね、見ていこうと思います。イギリス、ファーウェイ安全性懸念、技術欠陥修正は限定的。イギリス情報当局傘下の評議会は1日、中国通信機器最大手のファーウェイ製品の安全性に関して引き続き懸念を示す年次報告書を公表した。技術上の欠陥修正が昨年から限定的にしか進んでいないとし、改善するまで将来の製品を適切にリスク管理するのは困難と改めて指摘した。イギリス政府は2027年までにファーウェイ製品を第5世代移動通信システムから、まあ、いわゆる 5G ですね、排除する方針を決めている。イギリスにおける同社の立場は苦しくなっている。ということで基本的にはね、そんなに変わってないんですよね。イギリスってのはファーウェイってのを排除する。こういったのね、まあ2027年までに完全に排除するって風に表明している。これを変えてないんですけれども、ちょっと面白かったのはね、今回の年次報告書に、技術上の欠陥修正が昨年から限定的にしか進んでいない。こういったように言ってるんですね。でもあれですよね、こう、ファーウェイの製品って言うと、そこからね、中国はこう情報を引き出せるっていうふうに言われてるわけですけれども、結構ね、それを認めてる国、認めてない国ってありますよね。イギリスなんかはやっぱりね、そういったリスク、懸念事項があるっていうふうに今回みたいに言ってるわけですけれども、そしてね、そこイギリスは指摘してるってことになってるんでしょうね。ただ中国は直していないと。で、面白いですよね、こういうの。まあこういったね、欠陥、まあリスクですよね。こういったものが人為的であれば、バックドア。わざと仕掛けてるこうトラップみたいなもの。でもこれが人為的じゃなくて、たまたまリスクがあるんであれば、これはね、セキュリティホールってことになりますよね。だからそういったセキュリティの問題を、セキュリティホールなのかバックドアなのかってするのは、ちょっと主観も入るっていうね。まあこういったところが面白いですよね。イギリスはまあどっちとも言ってないんですけれども、ファーウェイは直していないって言ってるっていうね。で、他にもイギリスがファーウェイ排除する理由。これは他にもありましたよね。アメリカ企業が政府の許可なく製品を輸出することを禁じるリストに、ファーウェイが登録された影響もあり、新製品のリスク管理が厳しくなったと分析。まあだからアメリカによるファーウェイ潰し、これでね、ファーウェイは今後もあるのか。まああったとしてもね、イギリスが 5G 網にファーウェイの通信機器を使った場合、それは継続的に手に入るのかとかね、そういったことも懸念してると。こういったところっていうのはね、他の国もちらほらね、心配し始めてますよね。だってね、ファーウェイの製品使って 5G 網、これ作り上げた時に、アメリカがね、ファーウェイを潰しかかってることによって、その後ね、もう 5G 網に使っちゃってるファーウェイの製品っていうのはね、まあたまにはね、こう入れ替えたりしなきゃいけないこともあるじゃないですか。その時に手に入れなかったらね、困っちゃいますよね。まあそういったことをイギリスっていうのは理由に挙げて、ファーウェイ排除を決めてると。そしてその後、フランスもね、ファーウェイ排除。これに動いてますよね。まあそんな感じで、ヨーロッパの大国っていうとね、イギリス、フランス、そしてドイツなんですけれども、じゃあ次ドイツ行きましょう。ドイツっていうのはですね、僕が見てる限り、さっきイギリスが言ったような、ファーウェイ製品のセキュリティの問題っていうのは言ってないんですよね。特に問題ないんじゃないの？証拠はあるの？みたいなね。なんだったらこう中国側じゃないですけれどもね。そんな感じだったんですよ。ただですね、今回、そんなドイツに動きがありました。5G 整備でファーウェイ制限へ、ドイツ、事実上の排除か。ドイツ経済誌、ハンデルスブラッドによると、ドイツ政府は次世代通信規格、5G 網整備への中国、ファーウェイ参加について、大幅に制限する方針を固めた。関連法案を11月に閣議決定する見通しという。そしてその理由なんですけれども、同氏によれば、一律的な排除はしないが、通信網向けの部品を認証する際、技術的安全性に加えて、事業者の政治的な信頼性を政府が検証するって言ってるんですよね。まあ、とりあえずね、今回もドイツっていうのは、こう、ファーウェイの製品が、セキュリティがどうのこうのって言ってないんですけれども、というか、ファーウェイという名前も挙げてないんですけれども、今言ったような、今回 5G 網を作るにあたって、事業者の、だから機器を採用する事業者の政治的な信頼性を政府が検証する。こんな条文をね、加えてきたっていうね。これ明らかにね、ファーウェイに向けての文章ですよね。だからね、これイコールファーウェイ排除ってわけじゃないんですけれども、これを入れるってことはね、
わざわざこんな文章入れるんですから。普通こんな文章入んないじゃないですか。事業者を選定にあたって政治的な信頼性を問うみたいなね、検証するって。ってことはドイツってのはね、ファーウェイ排除を決めたんじゃなかろうかと。こういった報道ってのがね、ドイツの地元紙からされてるんですよ。で、この報道を受けて、ドイツテレコムなどの通信会社が認証をめぐる不確実さを嫌い、ファーウェイ製品を敬遠することが予想されるっていうふうに言われてるんですよね。まあだからこれ事実上のファーウェイ排除ってことになるんですよ。まあさっきのね、イギリスがファーウェイ使って 5G も作っても、その後ね、ちょっと入れ替えたい時に、もうその時になったらファーウェイの機器が手に入らない。これは偉いこっちゃって話したじゃないですか。まあこういった感じでね、ドイツってのがすぐにじゃなくても、こういった条文が入るってことは、そのうちね、ファーウェイは政治的な信頼性に欠けるって言って、製品をね、ドイツでは使えなくなる。こういった可能性があるんですから、わざわざね、そういった会社の通信機器ってね、使いたくないですよね。確かにファーウェイって言ったらね、コスパがすごいいいんで、他の会社の通信機器使えるよりも、安く 5G もが作れるんでしょうけれども、それがね、どっかの地点使えなくなったらね、偉いことですから、まあそういったことを思ってね、これはドイツでも、ファーウェイが事実上の排除されるんじゃなかろうかと、こういったね、報道が出てるんですよね。みんなね、ドイツの通信事業者ってのは使わなくなるんじゃなかろうかと。まあとにかくね、ドイツってのがファーウェイに対する方針ってのをある程度変えてきている。少なくともこう外に出す声明においては変えてきてるって証拠なんですよね。で、僕は思ったのはですね、ドイツってのはすごい親中、まあ中国と仲がいい国だったわけですけれども、ちょっとね、今回の報道とか見て思ったんですよ。最近のドイツって言うと、相変わらずこうドイツのトップのメルケル首相ってのは中国に対して何もね、こう批判的なことってのは一切言わないんですよ。本当面白いぐらい何も言わないんですよ、メルケル首相はね。ただその代わりなのか、ドイツのマース外相、こういったところとか内務省なんかがね、ちょいちょいこう中国に批判的な発言ってのはしてるんですよ。結構ね、ドイツのマース外相なんか強めのね、中国をね、批判する的な発言とかしてますからね。だから僕はね、あくまでこういうのはバランス取りなのかなと思ってたんですよ。簡単に言うと、ドイツのトップのメルケル首相ってのが、まあ、中国と仲良くしといて、で、まあ、ナンバー2だけじゃないですけれども、ドイツの外相とかがね、反中国的なことを言って、他の国、まあ、アメリカとかと仲良くする。まあ、こういったね、どっちつかずのバランス取りをしてるのかなと思ってたんですけれども、ちょっとね、今回の動きとか見てると、反中の方が強いかな、脱中国の方が強いかなって感じたんですけれども、ちょっと思ったのがですね、メルケル首相って言うと、来年、2021年の秋には退任するんですよ。ってことはですよ、もう1年切ってるんですよね。こういったところがね、僕は関係してるんじゃないのかなというふうに思いました。まあ次のね、ドイツの首相って言うと誰がなるかわかんないんですけれども、でもね、今言ったように結構ドイツの政府の中では、まあ外務省とか内務省、こういったところが反中的な動きってありますし、あとメルケル首相の次にドイツの首相になるかもしれない。そういった有力候補の何人かっていうのは、やっぱりね、反中的な発言ってしてるんですよ。だからそういうのを見てて、あとね、もう任期が1年を切ってるメルケル首相っていうのは、まあ自分のね、主張っていうのをちょっとね、弱めにしてきてるんじゃなかろうかと。だからね、まあ、次世代、まあ、世代でもないか。まあ、次にドイツ政府をやる人たちに、ゆっくりね、主張とかね、方針っていうのを渡してってるところなのかなってふと思いましたね。もうちょっと自分がそんなに強く出るのやめとこうって。だから今回みたいなことが、まだね、11月に閣議決定らしいですけれども、今回みたいに、政治の信頼性、こういったことを持って、ファーウェイ排除に当たる、っていう動きっていうのも、まあ、容認してるのかなっていうふうにちょっと思いましたね。ということで、ドイツに関しては以上なんですけれども、次、イタリア。ヨーロッパの中でね、中国と仲がいい国の筆頭っていうと、まあくまで大きな国ですけれども、やっぱりドイツとイタリアなんですよ。まあ、こまごまね、ちっちゃい国で中国と仲がいい国ってのはあるんですけれども、大きい国で言うとね、まあ、ドイツとイタリアぐらいですね、パッと浮かぶのは。で、次そんなイタリアなんですけれども、まあ、イタリアってのは相変わらず中国と仲がいいんですけれども、今回ね、新型コロナウイルスが中国から発生しても、一番ね、中国人を責めてないのはイタリア人、みたいな報道もされてますからね。まあ、世論調査でそういう風になっていたと。まあ、そんなイタリアなんですけれども、イタリアっていうと、イタリアテレコム。これがイタリア最大の通信事業者なんですけれども、ここっていうのはですね、一応、ファーウェイ排除っていうのを決めてるみたいなんですよね。ただこれは中国との関係じゃなくて、まあ、さっきイギリスの時に話をしたように、今後、ファーウェイの通信機器っていうのが手に入らなくなる恐れがあるっていうことで、5G も作るにあたって、なんかね、オークションみたいなのを開いたらしいんですよね。だから通信事業者を呼んで、イタリアテレコムが 5G も作るにあたって、どこがね、安くやってくれるかっていうのをね、オークションさせたんですよ。このオークションに、ファーウェイを呼ばなかったっていうニュースがね、何ヶ月前かにありましたから。まあだから、イタリアテレコムに関しては、ファーウェイが嫌いってわけじゃないけれども、一応ね、5G もね、使わないっていう感じなんですよね。まあその後変更してなければね。で、今回そんな中国と仲がいいイタリアについて、こういったニュースがありました。アメリカ国務長官、イタリアに警告、中国との経済関係や 5G 技術めぐり、ポンペオ長官は、リマイオ外相との、イタリアの外相ですね、との共同会見で、
外相と私は中国共産党がイタリアでの経済的存在感を利用して自らの戦略的目的を果たそうとしていることへのアメリカの懸念について長時間話し合ったと指摘。またイタリア政府に対し中国共産党とつながりがあるテクノロジー企業がもたらす国家安全保障と市民のプライバシーへのリスクを慎重に検討するよう求めたという。まあ、だからポンペオ国務長官はアメリカと仲良くしたかったら中国なんかと仲良くするなと、そしてファーウェイなんか使うのはねイタリアの安全保障の問題に関わるぞと、後悔するぞと、まあ、そういったことを言ってるんですよね。まあ、やっぱりねアメリカのポンペオ国務長官がヨーロッパを回るんだったら今の時期特になるべく中国から離れろっていうわけですから、やっぱりね重点的に話し合いをする国っていうとドイツとイタリアなわけですけれども、それでこういったことをイタリアの外相との共同会見で言ってるっていうね。まあ、だからイタリアの外相横にいてこういうこと言ってるわけですよね。でそれを受けてイタリアのディマイオ外相はイタリアが中国の次世代通信規格 5G 技術に関する米国の懸念を認識しており、安全保障に対処する際に全ての国が直面する責任を十分に認識しているこういった言い方するんですね。まあ一応ね聞きましたよぐらい言ってるだけなんですよね。でもね今回ポンペイ国務長官ってのはこの外相との話し合いだけじゃなくても地元紙のインタビューなんかにもいろいろ答えて結構強めに言ってるんですよね。どんな感じで言ってるかっていうと、これがイタリアの地元紙レプリカントのインタビューなんですけれども、中国の通信機器大手ファーウェイの投資について通常の市場取引とは言えず略奪的な行為だと批判して、全ての国がファーウェイ製品を禁止する必要があると述べたそうね、まあそう言いますよね。ファーウェイの投資は民間の投資ではない、中国の補助金を受けているからだ。このため他の多くの企業とは違い、同社の取引は透明でも自由でも商業的でもない、中国の安全保障機構のためだけに行われている、ためだけに行われてるんですね。すごいな。ファーウェイの投資は略奪的な行為であり、どの国も許してはならないし許すことはできない。ここまで強めに言ってるんですよ。すごいですよね、ポンペオ国務長官がね。まあ、こういったねアメリカの、まあ、ポンペオ国務長官がやってるんですけれども、アメリカのイタリアでのね脱中国を促す動きに対してこれファーウェイもね一応こういう風に言っていて、中国通信機構ってファーウェイのイタリア子会社社長ルイジ・デ・ベッキス氏は 5G ネットワーク構築に自社の通信機器を使用する場合に安全上のリスクが発生しないことを証明するために徹底的な審査を受ける準備ができていると述べた。まあだからね、怪しい怪しい言うけれども本当に怪しいって言うんだったらもう徹底的に調べて証拠を出せと、こういうふうに言ってるわけですよね。まあ、このぐらいしか言えないですよね。まあ証拠があってもなくてもねアメリカってのファーウェイを潰す気なんでしょうけれどもね。まあただねイタリアファーウェイの会社の社長としてはこういうふうに言うしかないですよね。これねイギリスなんかはファーウェイの排除を決めて、イギリスファーウェイの社長っていうのはまあ辞任、まあ事実上クビでしょうけれどもね。だからイギリスのファーウェイ排除ってのを止めることができなかったってことでイギリスのファーウェイの社長ってのはクビになってるんですよね。だからおそらくですよ、これイタリアでもファーウェイ排除みたいなことが決まると、まあこのねイタリア子会社社長のルイジ・デ・ベッキスさん、まあこの人ってのもクビになっちゃうでしょうね。だからまあ何としても止めたいというね。で今言ったようにイタリアファーウェイの社長っていうとうちの通信機器が問題あるかもう何とでも調べてくれって言ってるんですけれども、さっき言ったようにドイツなんかは政治的に信頼性できる企業かどうかっていうのをね、まあ、付け加えてきたんですよね、条件として。だからねこれイタリアなんかでももしですよ政治的信頼性みたいなね条件が付け加えられると、まあファーウェイっていうのは難しいですよね。だってやっぱりねファーウェイっていうのは中国の会社ですから、中国からね補助金ももらってるし、そしてやっぱり中国の法律から抗うことってのはできないですからね。中国が情報出せっつったら出すしかないですからね。だからなかなかねファーウェイは国に関与していない、中国に関与してないっつってもね、まあ、関与してないわけないんですよね。まあ、関与したくなくてもね関与してないわけないんですよね。そしてですねこれアメリカのポンペオ国務長官、これが今イタリアを訪れてた時のニュースなわけですけれども、この時にですねポンペオ国務長官っていうとこういった動きもしていて、これは結構面白かったんですよ。何をやってたかっていうと、イタリアで、イタリアっていうとね中にバチカンって国があるわけですよ。イタリアの中にバチカンって国があって、ここはね何があるかっていうとローマ教皇庁があって、カトリックのね、まあ、頂点にいる人、いわゆるローマ教皇がいるんですよね。で今回ポンペオ国務長官っていうのがフランシス教皇に会おうとしたんですよ。まあ謁見をね申し出たと。そしたらね、まあ、秒で断られたっていうねこれなんでかっていうと、やっぱりねローマ教皇庁的にはこう考えるわけですよ。このタイミングでカトリックのトップのねフランシス教皇がポンペオ国務長官に会うっていうことは、これトランプの応援に使われかねないぞと、こういうふうに考えて、まあ、すぐ断ったんですよね。まあ、ちょっと面白いなと思いました。そしてねポンペオなかなかやっぱねしっかり仕事してるなと思いましたね。まあ、断られるかもしれないけれども、会えたらねラッキーぐらいな形でね申し込んだんでしょうね。ということでね、最近のファーウェイをめぐるヨーロッパの国々の動きっていうとこんなところなんですけれども、あとちょっとね気になったの2つぐらい紹介しておきますね。ブラジルです。ブラジル、これがですね
もうこれ昨日のニュースなんですけれども、ブラジルでは今ね 5G も作るのにファーウェイを使うか使わないかで結構揺れ動いてるタイミングらしいんですよ。僕はてっきりねブラジルなんかあっさりファーウェイを使うかと思ってたんですけれども、意外にそうでもないのかなって感じがしましたね。なんで今ねこう瀬戸際ちょうどねファーウェイを使うか使わないかのタイミングなのかなと僕は思ったかっていうと、もう昨日のニュースでねこういったニュースが出てたんですよ。面白かったのが、今ブラジルではファーウェイをめぐってブラジルにいる中国大使とアメリカの大使、これがねそれぞれ声明を出したんですよ。それが昨日ニュースになってたんですけれども、それってのはですよ、ブラジルにいる中国大使ってのは今後ブラジルの通信事業者がファーウェイを使うかどうか、これが今後の中国とブラジルとの広範な関係、広いねいろいろな関係を決めるだろうっていうふうに言ってるんですよ。ちょっと怖いですよね、脅しっぽいですよね。ファーウェイ使わなかったら中国とはね今後仲良くできないぞってことをねブラジルにいる中国大使が言ってるんですよ。そして今度はですよ、ブラジルにいるアメリカ大使、これもね発言をしていて、こっちはこっちでですね、もしブラジルがファーウェイを使うんだったらそれによってブラジルにいるアメリカ企業、これの情報が中国に漏れかねないと、そういったこともあってブラジルがもしファーウェイを採用するんだったらアメリカ企業ってのはこれからブラジルに対する投資、これをねやめるかもなーってことを言ってるんですよ。まあ、だからアメリカ企業のブラジル進出、例えばねアメリカ企業がブラジルに来て工場とか作るとブラジルもそれなりに潤うわけですよ。こういったことをねやめるかもしれないなーってふうにねブラジルのアメリカ大使は言ってるんですよ。こういう感じでねブラジルでもアメリカと中国がすごいねバチバチやってるっていうニュースがね昨日ちょうど出てました。で、あとね、特段今紹介しなきゃいけないってわけでもないんですけど、なんかふとねロシアってどうだったっけと思って確認してみたら、まあ、全然最新のニュースだけでもないんですけれども、やっぱりねロシアのラブロフ外相がロシアはファーウェイと 5G 技術協力を推進する予定だっていうふうに言ってますね。まあ、だからやっぱりロシアってのはねファーウェイ使うみたいですね。あとちょっとね目にした面白い情報、これニュースでもないんですけれども面白かったのが、なんかね誰が言い始めたかわかんないですけれども、アメリカではね 5G もの構築にファーウェイを使うっていうことはロシアが国際的なスポーツ大会でドーピング検査を担当するに等しい、まあ、こういったね言い回しがあるそうです。ちょっと面白くないですか。僕ちょっとね笑っちゃったんですけれども、アメリカンジョークというか、 5G も構築するのにファーウェイを使うのはスポーツの国際大会でねロシアにドーピング検査を担当させるのと同じだっていうふうにね、ちょっと面白いなと。で、あとですね、これ僕は数日前に動画でお伝えしてたことなんですけれども、ちょっとねもう少しはっきり分かったんで再度お伝えするんですけれども、今ってですね多くの半導体の会社っていうのがファーウェイに半導体って売れないわけじゃないですか。でもですよ、これアメリカに申請して許可が下りたら売ることってできるんですよね。そして僕がお伝えしたのがインテルと AMD、アメリカのまあ半導体会社、もっと言うと CPU ですよね。これを作ってる会社ってのはファーウェイに商品を売っていいって許可が出たんですよね。それでなんかアメリカの会社だけ出ておかしいなって風にね僕はちょっと言ってたんですよ。でもこれってのがねどうもパソコンとかサーバー、これに使われるものだから OK が出てるらしいんですよ。まあ、さっき言ったねインテルとか AMD っていうのは CPU 半導体作ってますけれども、これってのはねスマホっていうよりはパソコン向けなんですよね。あとサーバーの中にも使われてると、だからね OK が出たんだっていう風にニュースが出てましたね。まあだからスマホじゃない、他にも 5G ネットワーク作るそういった通信機器には使われてないから OK ってことなんですね。まあちょっとねその辺スッキリしたなと。まあただですよ、ただこれパソコン向けが OK だったらこれね韓国のサムスンなんかのメモリー半導体、これもね OK にしてあげなきゃおかしいはずなんですけれども、ここはまだね止められてみたいですね。まあ逆に言えばねこの後 OK 出るかもしれないですね。まずはアメリカの会社から審査しやすいんで OK にしたってことかもしれないですね。まあだからね、なんかアメリカ基準ではパソコンとかサーバーは OK ってことらしいんですよね。まあただですよ、ファーウェイ的にはファーウェイが一般消費者に売ってるものは今回許可が出たパソコンとかサーバー、それに対してスマートフォンを比べるともう9対1ぐらいなんだそうです。もちろんねスマートフォンが9でパソコンとかサーバーっていうのが1らしいです。まあファーウェイが一般消費者に売ってるのはね、まあだから 5G もには関係ない話なんですけれども、そしてですね、あと新しい規制、アメリカから中国に対する新しい規制、まあ、だからエンティティリスト入りってやつですよ。これに関してねまた新しいニュースが出てました。だからねまた新しくアメリカのエンティティリスト、これに入る会社が出てくるってことです。まあ入る会社か入るサービスかってところですかね。アントはデジタル決済サービスアリペイなどを展開、利用者は世界で10億人を超えるとされ、日本アメリカでも観光やビジネスで使われている。アメリカ政権はアメリカの個人や銀行口座の情報が中国当局へ流出することや決済分野における中国の影響力拡大を警戒している。ということで、今アメリカでですね中国系の決済サービスアリペイ、まあ、もうちょっと言うとねこのアリババがやってたアリペイ、これが今別会社になっててアントっていう会社なんですよ。そしてねこのアントって会社は今月上場するんですよ。すごいね大型上場になるって言われてるんですよ。だからねこのアントっていう会社はアメリカで、まあ、規制するってことなんでしょうね。このアントが展開してるのがアリペイです。そしてですねこれ
今回このアントだけじゃなくて、どうもですね、テンセントがやっている WeChat、WeChat ってあるじゃないですか。中国版の LINE ですよね。これでできる WeChat Pay、これもね、規制されそうなんだそうです。だから LINE Pay、まさに LINE Pay みたいなものですよね。だからアリババ系のサービスのアリペイとテンセント系のサービスの WeChat Pay、これがアメリカで規制されそうってことなんですよね。ただこれってのはですね、そんなにアメリカですごい普及してるってわけでもなくて、どういう時に使われてるかっていうと、アメリカにおいてアメリカの業者が中国人旅行客や中国人企業が支払いにこれらのプラットフォームを利用したがる場合が大半だってことで、まあだからアメリカに来たね、中国人旅行者とか、まあ一部のね、中国企業、こういったところ向けにアメリカの会社がね、まあ決済手段の一つとして設けてあげてるっていう感じなんですよね。だそんなにまだ普及はしてなさそうですよね。ただね、まあ広がる可能性もあるってことで、早めにね、規制しようって動きなんでしょうね。まあ確かにね、これ、ちょっとした SNS、TikTok なんかよりも、こういったね、決済サービスの方がね、いろんな情報載ってるからね、よりちょっとね、わかりやすく安全保障の観点からすると危ないですよね。まあ今のところね、これ規制するかもしれないって話なんですけれども、こういったのがね、アメリカで出た場合ってね、まあ、大抵規制されてますよね。だから僕的にはね、これもそのうち規制されるんだろうなって思ってます。まあこういった報道があったからにはね。で、今回ね、このアリババ系のアリペイっていうサービスを展開しているアリババの子会社アント、これが一応声明出していて、アントの広報担当者は、このような規制をめぐる議論は把握してないと回答。アントグループの事業は中国が中心であり、中国市場での成長見通しに期待を寄せているとした。まあだからね、もうアメリカ諦めてるってことだと思うんですよ、逆に言うとね。アメリカがね、こう中国を規制する動きってのはなかったら、僕はやっぱりね、このね、アリペイをやってるアントって会社、アメリカでもね、拡大しようとしたんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってるんですけれどもね。まあ今のこういった状況だとね、アメリカで拡大したところで追い出されたりとかしたらね、偉いもんですからね。とりあえず今は広げないって感じなんですかね。はい、ということで、今日はですね、事実上のファーウェイ排除になるかもしれない、こういった動きっていうのがドイツであった。まあそしてね、またアメリカで新しい中国規制っていうのが出てきてるっていうニュースだったんですけれども、僕がちょっと思ったのはですね、今回ドイツ。なんでね、今なのかなと思ったんですよ。どういうことかっていうと、もうちょっとしたらね、何がありますか。アメリカ大統領選挙がありますよね。だからね、僕がもしドイツだったら、アメリカ大統領選挙のね、結果を見て、まあ脱中国ね、深めるか深めないかってやるんですけれども、ちょっとね、それを待たずして動きが始まってますよね。だからね、もしかしたらドイツってのはこれ、バイデンになっても、アメリカの反中国の動き、これがね、止まらないっていう情報を持ってるのか、もしくはですね、今回の政治的な信頼性、これを持って、ファーウェイを排除するっていうのが見せかけだけの、どっちかなのかなっていうふうに思いました。ということで、今日はこんなところでございます。